こんにちは、しもちゃんです。今回はね、ジャッキー・チェーンの、ライドオンについてゆるゆる感想を語っていきます。近年ね、ジャッキー・チェーンっていうとね、まあ、しもちゃん昔、子供の頃から好きだったんですけど、近年ね、やっぱり、お子さんが、まあ、人質に取られてるっていう話で、ね、中共のね、手先になり下がってる、まあ、イメージがあるんでね、ちょっとね、そういう気持ちが働いてね、見るのも素直に、まあ、見れない感じになってきてるんですけど、まあ、見終わってね、悔しいけどね、面白かったです。まあ、ジャッキー・チェンもだいぶお年なんでね、まあ、派手な危険なね、アクションっていうのはどうしてもね、まあ、できないんだろうと思うんですけどね、その昔ながらのね、のいんです。例えば酒場でね、椅子とかね、机とか、棒とか使ってね、まあ、戦うね、そういうね、まあ、カンフーのね、シーンとかがね、盛りだくさんでね、まあ、こういうのでいいんだよと。もう、ジャッキー・チェンのね、危険なアクションも、まあ、確かにすごいし、まあ、見たい気もあるんですけど、まあ、僕らね、子供の頃にね、やっぱね、邪剣とか水剣とか、ああいうね、やつを見て育ってるからね、やっぱりね、小道具とかをね、使ってね、まあ、乱闘するとかね、そういうシーンがね、やっぱ面白いんですよ。なんでね、それって、こういうのいいんだよっていう感じでね、ほんと面白かったです。まあ、ストーリーはね、まあ、ジャッキー・チェンが、演じるね、まあ、引退したスタントマンなんですけどね。その、引退したスタントマンが、まあ、この馬、本間ちゃんとね、まあ、暮らしてるわけですよ。で、スタントマンの、まあ、生活だったんで、まあ、奥さんとは別れてるんですね。で、ここの娘がね、やっぱり別れてからあんまり交流がなくて、その、まあ、父親のことを、まあ、まあ、嫌ってるんですよね。で、それが、まあ、その、ジャッキー・チェン、この、まあ、主人公がね、この馬をね、取り上げられそうになるんですね。借金っていうか、この馬もらったんですけど、そのくれた社長の会社のものなのか、その社長は死んじゃったんですけど、会社のものなのか、それとも私的財産なのかで、まあ、大きく変わってきて、会社のものだからって言って、まあ、お前に、のもんじゃないって言われて、取り上げられそうになって、で、この娘ね、法律の勉強をしてて、弁護士になろうとしてるところで、そこに頼って、で、そこから、まあ、交流が始まって、まあ、まあ、親子の交流、親子の、絆が、まあ、戻っていくっていうのと、馬と、まあ、主人公の、絆とかね。それから、その、スタントマンの、心意気みたいな感じで、その危険なことを、やらないといけないんだ、みたいな感じで。でも、娘は危険なことを、もうやめてほしい、みたいな感じでね。そんな感じでね、そういう、というんですかね、お互いね、まあ、親子とかね、あとこの娘もこの馬にね、やっぱり、心を、まあ、通じてね。で、お互いね、相手のことを心配して、で、まあ、相手のためにみたいなことを思うんだけど、やっぱりその、それが、やっぱ、食い違ってね、っていう感じでね、そういう、まあ、人情的なね、ストーリーが、まあ、流れてくるんですけど、その中でやっぱりね、スタントマンなんで、アクションとかね、それから、借金取りにね、追われてね、逃げたりね、戦ったりするね、そういうのはね、やっぱりね、そういうカンフーシーンがね、盛りだくさんにね、ちりばめられててね、すごくね、面白かったです。前編通してね、ほんとね、退屈な場面もないしね、テンポも良くてね、ほんとね、
昔のね、ジャッキー・チェンのね、映画の良さがね、まあ、現代的にね、うまくね、昇華されてるような感じでね、面白かったですよ、本当に。でね、まあ、スタントマンっていうところでやってきたスタントっていうことでね、ジャッキー・チェンの昔の映画とかがね、映っててね、このスタントやったんだみたいな感じでやってるとね、見たことあるようなシーンとかがね、出てくるとね、ほんと、ニヤッとするしね。あと、初めの方でね、撮影所とかに、撮影所でね、小金稼いでね、最初暮らしてるんですよ。撮影所のところで、馬と一緒に写真撮りませんかみたいな感じで、小金稼いでてるんですけど、その撮影所のところに、プロジェクト A のね、セットみたいなのがあったりね、ジャッキー・チェンの映画ずっと見てきてるとね、まあ、ニヤッとするようなところがね、結構あるんですよね。でね、あとね、なんだっけ、この娘の、彼氏がね、まあ、娘はまだ学生なんですけど、彼氏がもう弁護士、若手で、はい、学んだばかりの弁護士でね、その彼氏も協力して、そのね、裁判とか弁護とかやるんですけど、彼氏が来たらね、もうやっぱりね、父親なんでね、怖い顔してなんかやってて、で、彼氏ってね、お前はな、弱いとダメだから、鍛えなあかんって言ってて、なんかね、訓練をさすんですけど、昔の邪剣とかね、証券とか、その時にね、ジャッキー・チェンがね、やらさせてたね、修行シーンみたいなのを彷彿させるようなね、なんだろう、線香を置いて、その上に中腰で立たせてね、で、両手にね、紐でね、棒を結びつけてね、こっちの棒の先をね、ジャッキー・チェンが持っててね、こう、動かしたりっていうことでね、いや、これ、昔のシーンっぽいなとかってね、面白かったですよ、本当に。だから本当にね、ジャッキー・チェンの集大成っていう感じのね、予告が入ってましたけど、本当ね、面白さの集大成だと思います。で、ちゃんとね、エンディングもね、NG 集。まあ、エンディングの NG 集は、どうしても何です、危険なアクションとかないから、本当に何ていうか、セリフ間違えたとか、そんなんばっかしでしたけど。なかなか本当、ジャッキー・チェン映画としては面白かったです、本当に。悔しい、本当に悔しい。こう面白くなかったら中共の手先だから面白くないんだみたいな感じの気持ちになれたんですけど、いや本当面白かったです。いやジャッキー・チェンの映画好きだった人だとやっぱね、おすすめだと思います。見たことなくてもねやっぱりね、まあそのシリーズもんとかではないからね、楽しめると思いますね。はい。ね、中とかちょっと見てみましょうかね。いつも彼はそこにいた。でね、ほんとね、例えばね、その劇中でね、なんだろう、ジャッキー・チェンのこの役の、この主人公の、まあ、昔世話した俳優かなが、まあ、スタントマンの裏方じゃなくて、表に出てよっていう感じで、来て、まあ、それで、映画成功して、終わりだとか、それから、馬を、こう、ちゃんと、裁判で買って、めでたしめでたしっていうのは、そんな終わり方じゃないんですよね。だから、めでたしめでたしなんだけど、どういうんです?現実は厳しいけど、捨てたもんじゃないよな、みたいな、そんな感じのね、終わり方でしたね。この娘役の子、ほんと可愛かったですね。幼い時の、役の子もね、可愛かったしね。この子ほんと可愛いです。なんて。シャオパンは役名ですね。リュウ・ホーツンっていう人ですかね。結構可愛かったです。これが彼氏の弁護士さん。散々なんだろう、引っ張られるんですけど、そのうちやっぱり自分からね、助けてあげようみたいなね、感じにね、あるんですよね。ほんと面白かったですよ。おすすめ。馬もね、ほんといい演技するんですよね。馬のね、表情とかね、馬のね、仕草とかほんとね、
泣かせますよ、本当に。映画の年表ですね。来場者特典ってもらったハガキですね。うん、いいのか。はい。次、おまけその1、フンパヨン、呪物に隠れた闇ということね。これ、タイのホラー映画らしいんですけどね。タイとか東南アジアっていうと、なんか、まあ、偏見とか、先入観だと思うんですけど、どうもなんか、呪物とか未だにありそうなイメージありますよね。まあ、日本だって未だにちょんまげつけるんじゃないかっていうね、印象を持ってる外国の人もいますからね。まあ、そういった感じでね、タイっていうとなんかそういうのが合いそうな気がしますよね。でね、どんな映画かっていうこと。大阪アジアン映画祭で好評を博したタイ初のホラーの新機軸ですね。出家した弟のティに会うために旅に出たタム。ドン・シン・タム島の寺院で、まあ島っていうとなんか閉鎖空間でね、呪術的なのがちょっとありそうですよね。T が住職を殺して消えたという噂を耳にする。人形フンパヨン。あ、フンパヨンって人形のっていう意味なのかな。に、盲信的な信仰を、寄せる村人たち。やがて村を恐怖に陥れる奇怪な出来事が起こっていく。ということでね。な、怖そうですよね。呪物が招く恐怖がごめく。という感じの、映画のようです。恐怖が目覚める。暗黒の儀式が始まる。儀式。死は、終わりではない。怖いですね。はい。ちょっとね、楽しみです。はい。で、おまけその1。はい。で、おまけその2。また行ってきました。馬娘。馬娘ね、2回目行ってきました。いやー、2回目見るとね、やっぱりね、1回目ではね、流したりね、それから、見逃したりっていうね、とこがあってね、まあやっぱり、新しいね、発見とかね、ああ、こうだったっていうね、そういう、まあ、感じでね、見れてね、また面白かったですね。まあ、つまらない映画2回見るとあれですけど、面白い映画ね、何回か見るとね、やっぱりね、ただ面白かっただけじゃなくて、あ、こういうのもあったんだ、みたいな感じでね。一番ね、は、と思ったのが、ジャングルポケットちゃんがトレーニングで道路走ってんですけど、道路がね、自転車通行帯みたいな感じでね、馬通行帯みたいになってたのかな、ね、40キロ規制とか書いてあれ面白かったし、あと、なんだっけ、アグネスタキオンのね、走ってるとこでね、背景にね、数式とか出てね、計算みたいな感じで走ってる感じなんですけど、足元を見てなかったら、足元にもね、なんか数式がね、足元からシューッと湧いててたのがちょっと面白かったかな。あとね、エンディングでね、馬ペイ伝説って歌があるんですけど、ぼーっと聞いてたんだけど、今回スタッフロールよく見てたら、あれ、結構たくさんの馬娘が歌ってたんですね。ちょっと笑いました。ああ、そうかって。ぼーっと聞いてたからね。はい。でね、今回ね、色紙。まあ、色紙欲しかった。映画のね、ポイントが溜まってたんでね、ああ、色紙もらってこようと思って、ちょっと見ました。はい。じゃあ、開けますね。どの子が出るかな。が、出てこない。お、あ、アグネスタキオンじゃない。研究にも鮮度がある。感想はさっさと提出したまえ。はい、まあ、どの子も当たってもね、よかったんで、今回はね、当たり外れなし。で、またコードついてるよ。またコードついてますね。前回と違うのかな？同じなのかな？第2弾とか書いてあるしね。なんか、今回のコードもまたなんかもらえるのかな？仕事やってないんでね。この際やるのか、やるのもいいかなと思うんですけど、やっぱりね、こんだけね、サービス開始から時間経ってるとね、やっぱね、
テコエルとかでもない限り、ちょっとね、最新コンテンツとかちょっと楽しめないかなと思って、ついね、二の足踏んじゃうんですけど、ちょっと考えます。はい。じゃあ、今回の動画は以上となります。よろしければね、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、皆さん、またねー。あ、カメラ回ってる。